試合開始に先立って両チームのスタメンが発表された。楽天は辰己が3番右翼、山崎美希が1番中堅、ドラフト1位の子深田が2番2塁で出場する。ロッテから金銭トレードで移籍した涌井が先発する。オープン戦再開が決まった巨人は主力選手が多く名を連ねた。14日の試合に出場しなかった坂本が2番遊撃、3番丸、4番岡本も先発する。新外国人のパーラが5番 DH、 好調の中島は6番一塁で出場する。巨人は14日の楽天戦に引き分けて今年のオープン戦再開が決定。12試合連続白星なしの中、オープン戦最終戦で進化を発揮するか。両チームのスタメンは以下の通り。楽天1中山崎美希、2二松深田、3右辰己、4左ウィーラー、5三鈴木大、6はじめ内田、7指下鶴、8太田、9優藤田先発。涌井。巨人1に吉川久志、2優坂本、3中丸、4三岡本、5指パーラ、6はじめ中島、7右亀井、8左重信、9大城先発。タグカウント編集部。